きあのこう土踏まずを支えたらしっかり支えられるようにみんな感じるんだけど、あ、はい、止まってる時はいいです。あ、確かに止まってる時はね。でも人間って常にこうやって動くわけですよね、はい、特にサッカーなんてずっと動いてるわけじゃないですか、はい、その時にこううまく動かないと足の機能って使えなかったでしょ、はい、そうですね、はい、動くように支えてあげるのが、はい、この BMZ の特許の構造なんです。でこの土踏まずを上げるのは、うん、例えば骨折した人に向いたりするんですよね、うん、そう、あ、だってギブスと一緒だから。ああ、そうですね。だから動かないように支える、これがインソールの今までの考え方なんだけど、うん、BMZ は新しい考え方なんです。うん、足はもともと機能があるんだから、はい、それを使えるように支えてあげる、うん、だから他のインソールと考え方が180度違うんです。いや、そうですね、うん、だってユムさんもともと足ジャンプもできるし歩けるし、はい、困ってないでしょ。困ってない。それを奪ってしまったらギブスしたらどう、不自由じゃない？動けない。動けないでしょ、はい、だから動けるように支えてあげるのが BMZ の考え方なんです。もう機能はあるんだから使えるようにしよう、はい、でも今までのインソールの勉強すればするほど、はい、ギブスみたいにアーチをサポートしたり支えたり、健康な足なのにギブスしたら歩けない、うまく歩けなくなっちゃうのと一緒で、そうですね、やりすぎちゃダメなんです。あ、確かに。体も毎日トレーニング運動したらどんどん健康的になっていくじゃないですか、はい、足も一緒で、はい、使えば使うほどどんどん健康的になっていく。あ、だけど支えすギブスしてれば使える？使える。だから落ちていっちゃう。うん、なんで足が悪くなるかって、みんなの靴がつま先上がってるからですよ。こうやって歩ってるから、はい、自分の筋肉をこう使わないから、はい、だから使えるようにするために、はい、いろんなサンダルを履いたり、うん、インソールを使ってもらうような、要は足トレってあるじゃないですか、はい、あれは自分の足を使うように作った。うん、確かに私疲れて最初筋肉痛になるでしょ。筋肉痛も、あ、こういうあたり痛かったんですよ最初ね。最初、うん、でも1週間ぐらいしたら気持ちいいでしょ。自分気になるんで。そう、逆に、うん、その前足部の足裏の感覚が、うん、もっと鋭くなったの。そう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 、はい、使えば使うから大丈夫。トレーニング1ヶ月トレーニングした人よりも、はい、1年トレーニングした人の方が体丈夫じゃないですか、はい、足も一緒で、もう毎日毎日使えるようにしてあげたら、はい、どんどんヘルシーになる。ああ、なるほど。あ、確かに分かりました。でもカーボンにはこれないんじゃないですか。ブルーのカーボンはプロの、あ、カーボンは、はい、なんでカーボンなんですか。カーボンは、うん、高いから。違う、ノーノー。カーボンは高いからカーボンにしてるんではなくて、はい、こうやって荷重をかけたときに、はい、たわむんです、いろんな方向に、はい、っていうことは、はい、バネとして、はい、カーボンが役割をしてくれるから、はい、クッションがいらないんです。こっちのはちょっと硬いんですか、そしたら。これは硬、はい、くない、硬くないんだけど、はい、元に戻る力がないんです。支えるけど、はい、カーボンってもうこの状態、要はこう押すでしょ、はい、押して離したら元に戻るんです、はい、あ、はい、何回やっても、はい、いろんな方向に荷重がかかっても必ずこの形に戻る。はい、これがカーボンの最大の特徴なんです。はい、だから足がこう負荷がかかって沈んで、はいはい、足を上げたら元にすぐ戻る。これを何万歩ってやっても常にこの状態にしてくれる、はい、これがカーボンのすごく特徴、はい、要は変形しても元に戻る、うん、だけどこの樹脂は、はい、こう形は作れるけど、こう潰れた後元にピュッて戻らない。ああ、ピュッとは戻らないんですかね、うん、それができるのがカーボン。だけどこれはすごく優秀で、はい、この形状を作ってくれる、要はこう頑丈にしてくれる、はい、剛性を出すっていうのはこの剛性よりこっちの剛性の方が強いでしょ。確かにそうです。うん、逆に私これ入ってクッション性もあるなと思ったんです。そうですね、うん、
なのでちゃんと正しく支えてあげれば、はい、足の機能がより使えるようになって、はい、そういう支え方をするためにいろんな素材を組み合わせて作ってる、うん、あ、なるほど。だから値段が高いインソールは高い理由があるんです、はいはい、あ、確かに今聞いたら分かる、うん、サポートが値段が高いイコールサポート力が高いので、うん、より足を安定していい状態で支えてくる。うん、逆にこのメッシュは何でメッシュを使ってるの？メッシュは、はい、あのすごくグリップがいいの、まあ、グリップもいいし、はい、あとはこう汗も吸ってくれるし、はい、であとはメッシュっていうのはこう汗を吸ってくれるんですよね。あ、はい、だからだけど、まあ、コストも安いし、うん、シンプルだし、はい、なのであの BMZ の、まあ、使ったことない人は、はい、まずここから使ってもらいたい。あ、分かりました。でこれで良ければもっといい機能のものがいっぱいあるんで、はい、いきなり高いものを買うのってハードルも高いじゃないですか。そうです。だからコストに合わせて、要はコストが安いはサポートがどんどんちっちゃくなって、コストが高いインソールはサポートも強くなっていくから、これで良かった人はもっといいサポートが欲しければ次のステップに行けばいいし、最初からいいのを買う人もいるし、最初は試したい人もいるじゃないですか。だからいろんな価格のものを用意してこれはちなみに2層しかないから、ベースとメッシュ、ベースとメッシュ、これは4層、これは5層。あ、私これのブラックのモデルを履いていつも筋トレするんですけど、うん、あれはコインのコイン型で支えてるじゃないですか、うん、気になるのが履くとそのコインの位置が左右違う感じがするんですよ、うんうん、一応なんか微調整するんですけど、うんうん、あれは自分のイムさんの足が左右違うから、あ、そうですか。あ、なるほど。そう、あ、だから自分はこのこんな形があってるなと思ったんです、うんうんうん、これよりこっちの方がサポート力が強いから、よりこう自分の方が合ってる。あ、イムさんはサポートをもうちょっと欲しい、これじゃ物足りないってこと。足りない、そうそう、それは足りない、うん、ジムだから使ってるんですけど、うん、多分サッカーとかは絶対使わないと思う、うん、こっちの方が使う、うん、そうだね、はい、あ、